おはスコチコンボンポテトです。今日はですね、エピクガチャこう育成したらいいんじゃない、やっていきたいなと思いますということでですね、今回の3人来ましたね。いやこれ結構なかなか いいガチャではあるんですけど、なかなか難しい部分も迷う部分もあるんじゃないかなと思いますので、モテキ育成とあとは選手評価やっていきたいなと思います。まず1人目、もうロベルト・カルロスから行ってしまいましょう。まずはブラジル代表のねロベルト・カルロスと比べていきたいんですけども、なんといってもエッジクロスついてるのは大きいかな。ブロッカーがついてますね。なんかサイドバックとして、まあ、あるとなしだとだいぶ違うし、かといってですね、ロベルト・カルロスにわざわざブロッカーつけんのみたいな部分もあるので、そういった意味ではですね、もともとついてくれてるのは非常にありがたいところかなとは思いますかね。癖こんな感じにしてみました。まずスピシュンからいきましょう。これ強くない？スピードに関しては95を乗せてるんですけど、まあ、これ別に95なくてもいいんですけど、今回4振るだけで95行くんだったら、まあ乗っけておきたいよねみたいな感じですかね。まあキック力も上がるしっていうところで、あとスタミナの部分でね、92ぐらいまあ欲しいかなっていうところで、まず4は振っておきたいなという感じで、クイックネスに関してはまあ93もまああんまなくてもいっちゃいいんですけど、どっちかというとボディバランスとかね90乗せたいってところでこれぐらいまで上げているっていう感じになってます。でフィジカルはね結構厚めに振っちゃいました。まあそれぐらい余裕があるといえば余裕があるんですけど、フィジカル90乗っけてしまって、でもうかなり理不尽になると思うんですよね。で今回ね、どっちかというとサイドミッドフィルダーで使うことの方が想定としては大きいのかなと思っているので、ディフェンスそんな振ってません。まあこれでもねサイドミッドフィルダーとしては全然ありな方なのかなと個人的には思っている。まあそんな守備専門でやるかと言われると多分やらないと思うんだよな、の方がほとんどだと思うんですよね。そういう風に使う人がエッジクロス持ってるし、どん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 クロス上げてほしいタイプだと思いますから、まあそういった意味ではディフェンスに振るよりはですね、もうフィジカルとかに振って、まあこれあれば理不尽なドリブルもできるし、ボールダッシュもねかなりしやすくなると思うんですよね。なのでそういった意味ではこれぐらいにしておくという形です。でドリブルもね90まで乗せておくとね、スピードもかなり速くなっていきますので、そういった意味ではこの辺まで上げておくといいんじゃないかなと思っております。でパスに関しては最低限というかね、まあグラパー一応80乗せたいなというところでここまで上げているっていう感じになってます。まあ正直ピンポイントクロス持っててエッジクロス持ってればですね、まあここまで上げなくてもいいっちゃいいかなとは思いますけど、まあそれだけ上げれる余裕があるかなっていう感じになりますかね。いやこれは相当強いですね。しかもこれ今回何が強いかって、スピシュンとドリブルか、この辺は上げた上でですねポイントが結構余るんですよね。なのでいろんな人に当てはまると思うんですね。例えばこんな感じでフィジカルそこまで振らないで、パス特化とかね、こんな感じにしてしまう、ドリブルとかね特化してしまうとか、もしくはパスに振らないでその分をですね、瞬発とかもうドリブル特化ですよね。このフィシュンのね理不尽なドリブルでこれでもかなり理不尽なドリブルできると思いますから、まあ、もしくはこの例えばここまで振らないで例えばディフェンスに振るとかね、のもできるという形で、その人自分が使うスタイルに合わせて結構変えられるんですよ、自由に。これがねかなりいいかな。だから誰にでも当てはまる、それが素晴らしいなと思っておりますね。いやーこれは強いだろうな。まあ逆足だけね、そこだけ本当に言うとすれば逆足だけもう本当に左利きっていう形になりますから、まあそこだけね注意して使っていただければなっていう感じですかね。まあただベイルとかも普通に右足でそんな蹴らないけど、まあ普通に理不尽で使えますからね、エッジクロスでゴリゴリでとかって考えたら、全然ロベカルも多分やれるかな。むしろロベカルの方がこれを見る限りですけど身長も低いから、ドリブルの使用感とかは良いかもしれない、そんなレベルかなと。で追加スキルとしたらダブタワンパ、この辺はやっぱ欲しいかな。まあただそれぐらいかな。まあ正直ダブタなくてもいいっちゃいいかな。わざわざダブタしなくてもね、普通にクロス上げるチャンスっていうのはいっぱいあると思いますから、これはだいぶ覇権を握っちゃうんじゃないかな。次フェレールですね。一応前回版とか比べるとですね、まあそうね、上限は同じで今食事代比べているんですけど微増かなって感じですね。スキルに関してもピンポイントクロスと押し出すが追加されてるのかな、そんぐらいだと思うんですけど、ぶっちゃけ全然前回のでもいいなっていう感じではありますね。育成はこんな感じですかね。まあ正直ねセンターバックとかよりはボランチで、まあ、ポジション適正が必要なんですけど、で使うのがぶっちゃけベストなんじゃないかなと
思ってますね。ハードプレスだし、ハードプレスマケレレみたいなイメージをしてくれるとかなり分かりやすいんじゃないかな。ハードプレスのやっぱボランチってやっぱりいいんですよね。そういった意味ではかなり使用感も良い、フェデレルも良くなるんじゃないかなと思ってます。でディフェンス能力系に関してはやっぱ90は乗せておきたいなっていうところと、スピシュンここもね、もう4振ってるだけですからね。これ4振ってるだけでここまで行くんですから、まあ4振るでしょそりゃ、乗せるでしょそりゃって感じで乗せて、で僕今ガチスカでマケレレ使ってるんですけど、フィジカル90乗せてるんですけど、やっぱり取り感はやっぱ違うんですよね。ゴリって通ってくれるんですよね。まあファールになっちゃう時もあるんですけど、うん、っていう意味ではですね、これぐらいあった方が中盤でしっかり止めてくれるっていうのはあるかなと思います。ただやっぱり気になるのは身長ですよね。センターバックで使うとしたらちょっと身長が低すぎちゃうので、170はねちょっと低すぎる。185とかは最低ないと結構厳しいですね。はい、あとはエアバトルもないので、ここは絶対追加スキルとしてはもしねセンターバックとかで使うんであれば欲しいな。まあサイドバックでも正直欲しいかなっていう感じはしておりますかね。まあただ能力だけで見ればねかなり強いかなと思います。ボランチとかセンターバックとして必要なところを振った後に余った部分が10ポイントとか6ポイントぐらい余るんじゃないかな。その時の戦術というかに合わせて、まあドリブルに振ったりパスに振ったりとか、そういったことディフェンスにもうちょっと振ったりとかいうこともできたりはするかなと思うので、まあ、そういった意味では自分結構フィットはしやすい形にはなるかなとは思いますかね。でちなみにマケレールと比べるとこんな感じで、こう見ると結構やれてるでしょ。能力的にも割とやれてるくない。まあスピシュンとかに関してはねもちろん勝ってるし、案外ねだからマケレールみたいな枠で使うみたいなのはまあポジション適正するっていうのは大前提だけど、できると思うんですよね。これはねこれでありだとは思います。最後エジミューソンですね。エジミューソンは以前のものと比べるとレベル上限は今回の方が高いよっていうところと、まあフォートレスついてますから、まあディフェンス能力的にはねこの辺がもうちょっとまあ上回る部分とかあるかなっていうところですかね。まあ全体的にはまあある程度ちょっとずつ高くなってるかな。まあちょっとね難しいっちゃ難しいんですけど、まあセンターバックで今もともと積成ついてるんで、まあそこで使うのも全然ありかな。スピードとかは90乗せてしまって、でディフェンス能力も90乗せて、でフィジカルもねちゃんと90乗せておくことでかなり中盤のね蓋はしてくれると思います。でちゃんと足元とかもねあるしね、最低限あるので、まあ取った後の展開っていうのも想像ができるしやすいかなとは思います。これ能力めちゃめちゃでもいいよね普通に強いと思う。瞬発に関しては82まで乗せておけば1段階ね速くなるので、82には乗せておきたいなっていう感じですかね。まあ、能力だけ見たらね正直ビエラ並みだと思うんですよね。こんな感じ。まあビエラはフォートレスついてないけどね、うん、ついてないでこの強さってのもやばいんだけど、まあディフェンス能力とかに関しては全然申し分ない部分あるし、まあアグレッシブネスとかもちょっと負けちゃってる、ボール出しとか負けちゃってるんだけど、まあフォートレス活動してたらまあプラス5、6とかされてますから、そういった意味ではまあ条件によってはディフェンス能力はエジミューソンの方が上になるという形ですかね。能力だけで見るとねビエラ並みではあるんですけど、身長とまあこの瞬発の部分はビエラの方が分があったりするので、まあ、そこの違いはね若干あるかもしんない。使っててねバチーンって止めてくれるのは、まあ、ビエラなのかなっていう気はしちゃうかな。ボールダッシュの部分とかで言うとね、いや結構難しいのが、そもそもですねアンカーを2枚使うフォーメーションってねそんなないと思ってて、っていうのもアンカー検証やってますけど、やっぱ真ん中に寄っちゃうんですね守備の時に。でそうするとちょっとねやりにくい部分があるんですよ。なので2ボランチだとしても片方はハードプレスとかそういう風にしといた方が結構バランスよくったりすることが多いと僕は思ってるんですね。僕はね思ってるんで、そうするとアンカーを2枚同時に使うっていう方法がそもそもそんなに選択肢としてはかなり少ない方だと思ってます。でそう考えると、じゃあ共存はしないとすると、じゃあ例えばエジミューソンは例えばフォートレスついてるんでベンチに置いといて後半ね交代枠で置いとこうとしてもですね、ビエラをじゃあそもそもアンカーのビエラをですね交代するかと言われると、ビエラをね見ていただければ分かるんですけど、大体スピードねまあ80後半もしくは90乗せてくるともうスタミナ大体カンストしちゃうんですよね。そもそもアンカーってそんな動き回るポジションじゃないので、そう考えるとですね交代する機会があんまりないんじゃないかっていうね、ところがあって
るので、うん、難しいよね。だし、唯一、完全に勝れるとこってフォートレスでディフェンス能力が勝つところなんですけど、このね、フォートレスもまた微妙で、ずっと言ってるんですけど、この例えば70とか80代の人がフォートレスつくと、これ結構違うですね。使った使用感もだいぶ違うと思うんですね。バルベルデとか使ってる人よくわかると思うんですけど、その差はでかいんですけど、このディフェンスがもう高いやつらのフォートレスってもうほぼ神々の争いなんで、正直ね、マジ気持ちでしかわかんないレベルだと思うんですね。実際ビエラフォートレスついてませんけど、ビエラを使っててディフェンス能力足りないと思ったことあるって話なのよ、使ってる人は特にね。って考えると難しいよね。例えばエディ・メイソンがこれフェノミナルパスとかついてたらちょっと話変わってくるなっていう気はしたんだけど、フォートレスなので、そう考えるとね、唯一勝てる場所もね、そんなになんかこうプラスに感じられないっていうね、ところがかなり歯がゆいっていうね感じになっちゃうんですよね。追加スキルとしてはブロッカーは絶対つけたい。ブロッカーなんでついてくんない、フォートレスいいからブロッカーつけてくれって感じだよね。あとヘッダーかな。コーナーキック上がることになると思うんだよね、この能力になっちゃうと。選手指示してなくてもね、上がっちゃうと思うんですよね。そう考えるとヘッダーとかつけておきたいなっていう感じはしちゃいますかね。じゃあ最後ね、選手評価やっていきたいなと思うんですけど、ちょっとねこんな感じで直近のエピックたちをちょっと入れておきました。ショータイムとかね、この辺ねざっくり入れておきました。またちょっと今後ねまた追加していくかもしれないですけど、大体こんな感じかなと思ってます。でここはねもう完全に言うまでもなくっていう感じで、評価に関してはちょっと載せておきますね。個人の感想にはなりますけどね。この2つはね正直めちゃめちゃ迷ってるって感じですかね。もう L とデッケ L の間ぐらいかなっていうねレベルにしたいんだけど、ちょっとそうやってやっていくとね、ちょっと評価のこの仕分けがねどんどん増えていっちゃう気がするんで、ちょっとこれ一旦ここは耐えたいなと思います。はい、なのでこんな感じかなっていうところですかね。で、やっていくんですけど、ロベカルに関してはてかこれ結構今回難しいな。ロベカルに関してはここかな。汎用性が広いので、なので最悪ねパチスカのレギュラーになんなくてもベンチには入ってきたりとかね、ラームみたいに置いとけるみたいな感じがするんじゃないかなと思ってますね。でフェレールはね強いよ、本当に強いと思う。強いと思うけど、みんなが使うかとかいう話になっちゃうとここかな。人によってはもうここだろうね。エジミューソンはね、これむずいよ。これさ、配信者の人みんなどうしてんだろう。これめっちゃむずいよ。ビエラとさ、能力的にはさ、ほぼ同じって考えたらさ、この辺に置きたいじゃん。置きたいけど、この辺なっちゃうよ。どうかな。でもここかな。能力は高いけど、やっぱり、身長だとか、フォートレスのあんまり利点生かせないなっていうのが大きいのと、やっぱりこのビエラの存在がでかすぎるんで、ちょっとね競合が強すぎるっていうのが一つかな。ちょっと迷ってるんでごめんなさい、この L の上の段にさせてください。でこの評価自体もですね、結構やっぱりこう万人受けするかしないかみたいなところにはなってきちゃうと思うんですね、結局のところ。なので、そう考えると結構ねこういう感じになっちゃうのかなと思ってはいるんですけどね。あとは競合がいるかいないかとかになっちゃうんで、やっぱり姉妹系とかこの辺はやっぱこうなっちゃうしね。じゃあ皆さんのね意見も聞かせてください。僕個人的にはこんな感じかなって、正直このレベルに関してはだいぶ迷うけどね、今でも迷う感じ。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の子育成しろとイモ的評価でした。今回のガチャはかなりいいガチャなんだけど引きづらいかな。なので一瞬ね、すぐに引かずにねちょっと考えてみてもいいかもしれませんね。ちょっと様子見てね、ぜひ参考にしてみてください。この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方で高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。